七クマ。付き合って。ごめん、無理。クラスのマドンナと言われている矢坂花さんを振ってるのは俺、谷中圭人、七クマ高校2年生。これで彼女を振るのは100回目になる。矢坂さんに告白されたのは入学式の日だった。入学式終わったからクラスごとに移動するぞ。あの、はい。うわ、すごく綺麗な子だな。好きです。え、何か。移動なんで。あ、今の何だったんだ。その日から矢坂さんの告白攻撃が始まった。谷中君、付き合ってください。ごめんなさい。罰ゲームなら。罰ゲームじゃない、本気なの。もう他の人探した方がいいと。私は谷中君がいいの。申し訳ないけど諦められないの。どうして俺なの。俺よりかっこよくて頭が良くてスポーツできて優しいやつなんてたくさんいるのに。谷中くんしかいないの。谷中くんじゃなきゃダメなの。困ったな。それじゃあお願い、一度だけデートしてくれない。それでダメだったら諦めるから。うん、わかった。デートする約束しちゃったな。別に矢坂さんのことが嫌いなわけじゃない。すごく綺麗だし、頭もいいし、優しくて気遣いもできて、こんな子が彼女だったら毎日楽しく過ごせるだろうなって思う。でも俺には心に決めた子がいるんだよな。未だにこだわってるなんてバカみたいだって分かってるけど、デートで待ち合わせなんて初めてだから緊張する。俺、服装大丈夫かな。おかしくないか。何意識してんだ、しっかりしろ。俺、谷中くん、お待たせ。いや、矢坂さんの私服かわいすぎる。どこ行こうか。あのね、お腹空いてない？ああ、そうだね。じゃあ、どっか食べに行く？私、行きたいお店があるんだけど、いいかな？うん、いいよ。すごく雰囲気のある洋食屋さんだね。明治28年に創業したらしいよ。へえ、そうなんだ。矢坂さんはここ、よく来るの？よく、ではないけど、何回か来たことあるかな。ふーん、何食べる。どれも惹かれるけどポークカツレツにしようかな。何。谷中くん、それを選ぶと思ったから。そうなんだ。いただきます。いただきます。うまっ。ん、なんだろう、懐かしい気持ちになるな。よかった。やっぱり矢坂さん可愛いな。はあ、美味しかった。矢坂さん、いい店教えてくれてありがとう。こちらこそ、ごちそうになっちゃってごめんね。そういう時はありがとうでいいんだよ。え、ごめん、別に怒ってるわけじゃ。いきなり泣き出すなんて思わなかった。どうしよう。違うの。そうじゃなくて、嬉しくて。矢坂さんがそんな感激屋だとは思わなかった。そう、私感激屋さんなの。次どこ行こうか。あ、次は、ここ。神社の名前が書かれた石柱があるだけだけど。この先にあるの。うわ、人一人通るのでも大変だ。異世界に入り込んだ気分だな。狛犬じゃなくて狐なんだ。あ、で、
ここ前に来たような気が。ここね、縁結びの神様が祀られてるの。そうなんだ。でも分かりにくい場所にあるのによく知ってたね。うん、導かれてね。なんでだろう、こんなに胸が痛むのは。ずっと頭の中にもやがかかってる。何か大切なことを忘れてるような。なんだろう。清、危ない。え、俺清なんて名前じゃ。その瞬間、迫り来る車が目の前に広がり、八坂さんが俺の体を押した。あ、で、俺。目を見開くと白い天井がある。家じゃない。ケイト、よかった。え、母さん。軽い怪我で済んでよかったな。怪我？それからハッとした。八坂さんは？それがまだ意識が戻らないらしいの。そな。その翌日、八坂さんの意識が戻ったと聞いて病室を訪れた。心臓がバクバクする。膝が震える。はい、失礼します。どうしよう、なんて謝ればいいんだろう。あの、八坂さん。あなた誰？俺のこと覚えてないの？うん。その言葉は俺の想像以上に衝撃を与えた。花って。あ、すみません、お邪魔しています。俺、谷中ケイトって言います。そう、あなたが花の運命の人なのね。え、運命の人？確かに八坂さんは俺に何度も何度も告白してきたけど、母親にまで俺のことを運命の人と話していたことに驚いたし戸惑った。この度は俺のせいで花さんを事故に遭わせてしまい、記憶までなくしてしまったようで申し訳ありませんでした。それが、記憶を失っているのはどうやら谷中くんのことだけみたいなの。え？あなたのことは花から聞いてるわ。これまで何度告白しても振られてるって。その、すみません。人の気持ちは変えられないもの。谷中くんが謝ることじゃないわ。花が谷中くんを助けたのは、あの子がそうしたかったから。だから谷中くんはどうか気にしないでね。はい。そんなこと言われたからって気持ちが軽くなるわけない。今まで頑なに八坂さんを拒んできたけど、八坂さんとのデートを通して彼女に惹かれている自分がいた。俺にはあの子がいるのに。いつもの場所だ。ここが夢の中だって自覚がある。昔の銀座の通り、ここにいつも俺は立っている。そして俺の隣には。行きましょう。俺の恋人らしき女性が微笑んでいる。いつもの夢では必ず最後に。どうか私を見つけてくださいね。あなたに会えるのはずっと待っていますから。そう言って終わるのだ。でも今日は。清さん、今日もポークカツレツ食べてらしたわね。清し、この名前どこかで聞いた気が。あ、そうだ、八坂さんが俺を助ける前に俺のことを清しって呼んでた。でもごちそうになってしまって申し訳ないわ。そういう時はありがとうでいいんだよ。あ、で、
俺そんなこと言ってないのに、勝手に口から言葉が。ありがとう、清さん。どういたしまして。この後は神社にお参りに行きません？縁結びの神様なんですって。キツネだ。間違いない。景色は変わってるけど、俺たちが行った神社だ。花、こんなところに。またこいつと一緒だったのか。私、お見合いなんてしません。教師さんと一緒になるんです。花さん、危ない。あれ、これ俺じゃない。教師さん、うわー。教師さん、来世ではあなたをきっと見つけますから。花さん、どうか私を見つけてくださいね。あなたに会えるのはずっと待っていますから。そういうことだったのか。俺の目尻から涙がこぼれた。ずっとそばにいたのに、教えてくれていたのに、気づかなかったなんて、なんて俺はバカだったんだ。今度こそ後悔しない。花さん、こんにちは。トーム、ここ座っていいかな。はい。何？母からも伝えたと思うんですけど、私を気遣わなくていいですよ。私はあなたのことが好きで、しつこく告白してたみたいですけど、今の私にはその時の記憶がありません。だから逃げるなら今のうちですよ。逃げないし、話したくないんです。え？花さんが運命の人だって分かったから。運命の人？俺、小さい頃から繰り返し同じ夢を見てたんだ。お下げ髪の着物姿の恋人と昔の銀座をデートしてて、彼女いつも最後に俺に泣きながら言うんだ。なんて。どうか私を見つけてくださいね。あなたに会えるのをずっと待っていますからって。その子の名前は花さん。信じられないかもしれないけど、花さんの前世の女性なんだ。そして彼女の恋人だった清は俺の前世。思い出してくれたの？え？もう無理だって諦めかけてた。だって前世を覚えてる人なんてほとんどいない。だから最後に思い出の場所をデートしたかったの。え、ちょ、花さん。ごめんなさい。記憶喪失になったっていうのは嘘なの。え、嘘？前世を覚えてない谷中くんを諦めるために記憶喪失になったことにしたの。そうしたら谷中くんは私から離れられると思ったから。俺、ごめん。花さんが花さんの生まれ変わりだって気づかなくて。だって全然夢の中の花さんと似てないから。そりゃそうだよ。清さんだって谷中くんに似てないんだよ。うん。昨日の夢で自分の前世の姿を初めて見て、全然違ってた。別に血縁ってわけじゃないしね。俺ずっとあの子の生まれ変わりを見つけなきゃって思ってて、花さんに惹かれながらも
どうしてもその約束が破れなくて告白を断ってたんだ。そうなの？ごめん。俺が八坂さんが花さんの生まれ変わりだって気づいてたら、花さんを傷つけることはなかったのに。私、谷中くんに100回失恋してるからね。ほんとごめん。いいよ、これからはずっと一緒にいてくれるなら。うん、俺とずっと一緒にいてほしい。前世からも来世でも。ずっと探し続けてた運命の人は、俺のことをずっと思ってくれてた人だった。俺と巡り合って見つけてくれて、諦めないでいてくれてありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。